ゆるふわ冒険 RPG55 マフィン、現在は登録受付中のスマホ向け新作ゲームです。ゆるふわ冒険 RPG を歌う通り、セルルック風なビジュアルで可愛らしさと温かさをコンセプトにしたグラフィックスと、カジュアルな感覚で入りやすいゲームシステムが特徴の作品です。先行リリースされた海外では、リリース後から1週間以内にダウンロードとセールスランキングの1位を達成したとのことで、確かな実績を持つタイトルでもあります。日本上陸を間近に控える GOGO マフィンは果たしてどのようなゲームなのか、本動画で詳しく紹介していきましょう。この世界では過去に神々と国有王ニーズヘッグによる大きな争いがあり、その影響で世界樹が燃えてしまったという背景があります。プレイヤーキャラクターとなる主人公はそんな世界の住人の一人で、人語を話す猫マフィンとの出会いをきっかけに世界樹に関わる遺跡を探し求めて旅に出る。あらすじとしてはこんな感じです。プレイヤーキャラクターはゲームスタート時に選択できます。キャラクターとジョブが紐づいている形式ですが、性別は変更可能で、ジョブは全部で5種類、剣士、学者、遊撃手、牧師、暗殺者です。なお詳しくは後で話しますが、各ジョブにはサブジョブへの転職もあり、キャラ育成のやり込み要素も豊富という印象でした。王道の剣士、魔法を使う学者、弓の扱いに長けた遊撃手、回復や支援が得意な牧師、そして2本のダガーで戦う暗殺者の中から自分の好みのロールプレイに合わせたキャラクターを選ぶといいでしょう。ゲームプレイは盾持ちの片手操作で進められる設計になっています。もちろんオートバトルやおうちプレイの機能も充実しているので、片手間でも遊びやすいです。仲間とのボイスチャット機能も搭載されており、集中してプレイできるときはゲーム内で仲間と会話しながら遊ぶというのも楽しそうですね。実際のプレイがどのような様子なのか気になる人も多いと思うので少し紹介していきます。まずゲームを立ち上げると、サーバーの選択、ジョブの選択、名前の決定という順に進められ、以降はすぐにログインしてゲームを再開できる形になっています。人語を話す猫、マフィンとの会話後、基本的には指示通りにタップ操作を行うことで迷いなくゲームを進行できるでしょう。装備やスキルを獲得すると、こちらもシンプルなタップ操作で装着できます。引き続きしばらくバトルを進めていくと、画面右側に狩猟に挑戦というボタンが出てきます。このボタンをタップするとボスとの戦いに突入します。オートバトルでも勝てないということはないと思いますが、スキルを発動してボスの体力を削っていった方が早く討伐できました。より良い装備品がドロップしたり、レベルアップを通じて新たなスキルを習得したりしたら、先の手順で装備の付け替えやスキルの習得を行いましょう。基本的にはこのプレイサイクルでキャラクターを強くしていきます。ちなみにキャラクターがオートバトルを繰り広げている状態で放置していると、こんな感じで自動で画面が切り替わって節電モードに入ります。この状態でもキャラクターはバトルを続けていますので、ある程度時間が経過したら節電モードを解除すれば、そこまでに得た装備品などを一気に確認できます。
ちゃんと押してる。燃料も風もないとこの車は動かないぞ。押してるわよ。風が来るのを待ってからじゃダメなわけ。そんなのずっと待ってたら日が暮れちゃうよ。お？あ、はい、一緒に来ないか。世界の果てまでの超特急だよ。もっと力を入れて全速前進だ。またサボってるの、いつものお願い任せて。レベル10に到達するとキャンプがアンロックされます。キャンプではメールボックスやお待ちかねのガチャの確認も可能です。このガチャを回すために必要なアイテムはログインボーナスやデイリークエスト、ウィークリークエストを通じて入手できます。ゲーム内には複数のダンジョン系コンテンツもあり、最低4人1組のチームを組んで強力なボスに挑むこともできます。秘境の間、悪竜大作戦、絶叫チャレンジといったダンジョン系コンテンツではチームメンバーとの連携やスキルの発動タイミングが攻略の鍵を握るでしょう。それぞれ豊富な報酬が用意されていて、オートバトルやオーチプレイとはまた違ったいわゆるメリハリの張りの部分の面白さを存分に味わえるでしょう。ギルドに加入すれば仲間との交流もしやすくなります。ギルドハウスの利用も可能になるので、冒険に疲れたら立ち寄ってみるのもいいかもしれませんね。ギルドハウスにはメンバーが水を与えることで成長する木もあり、世話を焼いてあげるだけで報酬がもらえます。全体的にカジュアルで遊びやすい作品ですが、かといってやり込み要素が薄いということはありません。それぞれのジョブは MMORPG 経験者向けに分かりやすく言うと2次転職、3次転職があり、キャラクターの育成に応じて強いジョブへとクラスアップができます。多彩なスキルツリーから自由な組み合わせを選択し、好みのビルドを構築、お気に入りの戦闘スタイルで冒険に繰り出しましょう。キャラクターの見た目をさらに華やかな姿に変えるコスチューム機能もファッションを楽しみたいプレイヤーには要注目の要素です。個人的にはショップに行くだけで購入しなくても試着できるのが嬉しいポイントでしたね。ペットシステムに相当するメロモンという可愛らしい生物を仲間にする機能もあり、彼らは一緒に戦ってくれます。冒険の心強い味方となるだけでなく、触れ合い要素を通じて癒しも与えてくれる存在です。最後に事前登録受付中の本作ですが、東京ゲームショー2024ではプレイヤブル出展も予定されています。会場に足を運ぶという人はぜひ一足先にゲームを体験してみてください。私有以外にもゲーム内で交換できるプレゼントコードやグッズの配布を行うコーナーも用意されているので、ゴーゴーマフィンの可愛らしい世界観やキャラクターに目を奪われた人はお見逃しなく。またゴーゴーマフィンの公式 X で実施されているキャンペーン
に応募することで抽選で様々な豪華特典を獲得できる機会があります。ぜひこちらにもご注目ください。ということで今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。